それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はつぼみさんでは人工芝にあるボルダリングを使ってこう遊びました。ちょっとつぼみさんでは難しいかなと思ったんですけど、こうさささってこう2面ぐらいまで結構登ってる子もいたりして、あ、結構なんか身軽な子も多いんだなってことがこう分かって、ちょっと私も嬉しくなりました。ちょっとこう一面登ってあって落ちちゃってもこう頑張ってめげずにこう登ってる姿とかも見れて、こう子供たち楽しんでる姿が見られて、こう私も嬉しかったです。またお部屋の中ではこう子供たちこう元気タイムのこう音楽の歌だったり、こう手遊びの歌だったりを結構歌ってる子が多くて、こうなんかすごいいつもこう楽しんでるなっていう姿がこう見られて、私もこう嬉しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。